環状の調印式は実は停戦協定の調印なんですけれども、その時にアメリカ側はそれにアクトオブサレンダーと、つまり降伏文書という名前をつけてこれに署名せよとやったわけなんですね。でこれは通達として日本政府の無条件降伏ということをこう言い出してきてるわけですよ。でこれでまあ日本人は完全に騙されてしまうんですね、まあ、私要するにペテンにかけられたと言っていますけど、どうして日本はこんな戦争に飛び込んでしまったんだろうと。それに対して東洋さんの考え非常にはっきりしてるんですね。要するに春ノートであります。昭和16年の11月26日に、連合国アメリカの態度が急変したと。これによって日本は、まあ、自存自衛の覚悟を固めざるを得なかったということを、まあ、はっきり言っています。しかし、まあ、これは、春ノート通りに、日本がの要求通りに振る舞ったとしたら、結局戦わずしてそれこそ無条件降伏したのと同じことになってしまうということでしょうね。皆さんこんばんは。日本よ今討論討論討論2008、ということで、今回は、表現者プロジェクト8月15日と大東亜戦争、ということで今日はじっくりと、議論をしてみたいということで数も、4名の方においでいただきまして、議論をしてみることになりました。まずこの、表現者プロジェクトということで、今回は雑誌表現者のプロジェクトと、まあ、共同で行うということで、こういう題名を付けさせてもらいました。まず今日おいでいただきました、4人の皆様をご紹介してみたいと思います。まず、東京大学名誉教授の小堀圭一郎先生です。よろしくお願いします。そして評論家の西部進先生です。こんばんは。そして文芸評論家関東学院大学教授の富岡浩一郎さんです。よろしくお願いします。そして参議院議員の西田昌司さんです。よろしくお願いします。実は富岡さんはですね、雑誌表現者の編集長もなさっているということで、まずですねこの雑誌のちょっとご説明を簡単にしていただきたいんですけれども、はい、表現者という雑誌をですね、今刊行しています。隔月間でやっておりまして、はい、西部先生が顧問を、はい、やっていただいております。今20号までですね、ここにあります20号まで出しておりまして、まあオピニオン誌ということでですね、歴史文化政治ですね、それから文芸に及ぶ幅広い形での言論をですねやっていこうという、方針としては新生保守といいますか、そういう立場で今刊行しております。今日はこの表現者の流れを組みながらですね、また、議論させていただければというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。明日、今日は8月14日なんですけれども、明日は8月15日ということでいわゆる終戦記念日という形になるわけでありますけれども、靖国神社にも、一体閣僚が何人参拝なさるのか、こういうものも含めまして、私たちは根本的な意味で今日、8月15日の意味あるいは大東亜戦争の意味というものを、ちょっと考えてみたいということで、この問題の、権威でもあります、小林先生にもおいでいただいたんですけれども、まず戦後60数年経ちましてですね、この8月15日の意味、あるいはそれに付随するというか、大東亜戦争というものを今どう捉えるべきか、こういう大きな問題なんですけれども、今一番問題意識としてこの問題について考えておられることをそれぞれ、まず一言ずつ問題提起としてお話をいただければと思います。まず小堀先生からお願いします。8月15日の意味ですね、今、水島さんもいわゆるとつけて終戦記念日とおっしゃいましたけれども、私ども、ご存知かと思いますが、入江貴則先生、井尻和夫先生と組みまして、平成9年以来ですね、
本当の終戦記念日は4月28日であるという、まあ、あの市の言論活動を始めてきたわけですね。でそこで、まあ、あの繰り返しておりますのは、8月15日に戦争が、昭和20年のですね、8月15日に戦争が終わったと思うと、これはあの大変な歴史のつかみ損ないをすることになると。で、本当の終戦記念日というのは、講和条約が発効いたしました昭和27年の4月28日なんだと。でそれでは、まあ、8月15日をどう捉えるかということになりますが、まあ、私最近はですね、これはあの昭和天皇の終戦の詔書、これははっきりあの終戦の詔書と謳われておりますが、それはまあ結局あの、ポツダム宣言を受諾して終戦の手続きに入れという意味のでおっしゃってると思うんですね。で終戦の詔書を包帯した日であると。そして、まあ、それは8月14日付でありますけれども、それが8月15日に、まあ、いわゆる玉音放送によって、全軍、そしてまた全国民にこれが布告されると。でそこで、まあ、大本営の命令が出まして、一斉に、武力抵抗を中止する、まあ、要するに戦闘を中止するわけですね。で、そこまでの話なんだ。で戦闘の中止は9月2日の、水戸号艦上での停戦協定調印で、まあ、締めくくりがつきますけれども、しかし、実際のですね、戦争、まあ、私もよくこれを追撃戦とか、あるいはまあ敵側から見れば残敵掃討戦に当たるんだろうと、見ておりますけれども、実は日本を本当に、アメリカをはじめとする連合国にとって、無害な国にしてしまおうと。で、まあ、彼らの戦争目的を完全に達成するためにはこれからだというような、あの占領行政が始まるわけですね。そして、まあ、私はその、敗戦、まあ、そこまでに、生じました、国民の生命財産の犠牲って、これは大変なものでありましたけれども、とにかくそこで、まあ、戦闘は一応終わったと。そしてそれからが実は大変だった。でこの6年8ヶ月でありますけど、この6年8ヶ月の占領期間を除いて、あの大東亜戦争の歴史、本当に日本が、連合国によって痛めつけられてしまったという歴史をですね、考えることはできないと。で占領期というのは非常に重要なあの年月であると。で、まあ、これが始まったのがむしろ8月15日だというくらいに捉えるべきだろうと、まあ、こんなふうに考えております。でまあ、一言だけにいたしまして、また次に付け加えることが出てくるかと思います。はい、どうもありがとうございます。では西村先生、すみません。僕も今小堀先生おっしゃったのと似ているかなと思うんですけども、僕はあの8月15日はあの小学校1年生だったんですけどね。ですから僕の小学校時代っていうのは、今おっしゃったおおよそ占領期にですね、当たるという、まあ、そういう育ち方を、しかも北辺の地札幌でやってたということであります。東京じゃなかったので、戦争のですねリアルなこう感覚っていうのは、幼い者にはよくわからないところもですねあるんですけど、にもかかわらずやはりその日本がですね、なんていうか、負けたことはいいとして、ちょっと刺激的なことを言うと、日本の当時の大人たちがですね、内心はどうか知りませんが、表面上はいわばアンダードッグ、負け犬根性にですね、どんどんなだれ込んでいくということを、やっぱり幼年少年として目の当たりにさせられていた占領期だったというふうにですね、僕は思ってるんですね。よく8月15日のことをその平和の記念日というふうに言いますけども、詳しい話はこれまとでしますけども、僕はかなり昔から平和とは何ぞや、英語でそのピースっていうんでしょうけども、もともとは誰しもちょっとあの物知りは分かっているようにですね、あのもともとのラテン語的な語源はですね、いやパクスであって、パクスっていうのはまああれで講和条約ですよね。それは日本の場合、まあ1951年になるわけですけども、そのパクスそれ自体がですね、言ってみれば強いものが弱いものをですね、
いわばその平定するという、最近平定という日本語を知っている若者も少なくなりましたが、要するにその平らげるっていう意味ですね。つまり日本がですね、きれいさっぱり平らげられた、その始まりが8月15日だというふうに、こんなふうなことを明確に言い始めたのは僕はある程度30過ぎてからだと思いますけれども、でもそれまでもですね、いわばその皮膚感覚的にそれをその日本の大人たちのですね、挙動っていうか、ね、虚素からなんとなく感じさせられていたですよね。そこまで来ますとね、これ後の議論になるかどうかは知りませんけれども、やっぱこうまで平らげられる必要はなかったんじゃないか。ほんの一例を、刺激的な一例を言うと、もう少年幼年の僕にもですね、いわばその本土決戦っていう言葉はなん